こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、新曲ですが、いよいよエンディングに向かいます。エンディング、イントロとほぼ同じことをやりますので、まずはイントロをコピーして、それからいじくるという形で進めていきたいと思います。ということで、まずはドラムからいきます。うん、ここまででいいですね。はい。はい。はい。これを、おっとっとっと、消えちゃった。あぶね。これをコピーして、で、てててて、てて、てて、トントントン、タントントン、ジャーンみたいな感じでいきます。はい。はい。合ってますかね？いきますよ。合ってますかね？合ってますね。ぴったりですね。はい。ということは、他の方々は105から入ればいいということですね。ただ太鼓次行きましょう。太鼓は、どん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 じゃんなので、はい。これももう最初からコピーしましょう。どん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 じゃん。はい。これをそのままコピーしましょう。はい。そのままコピーするにはちょっと待ってくださいね。太鼓、はい、ちょっとここら辺まで伸ばしておきましょう。とりあえず、はい、これをどん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 じゃん。はい、これいいですね。はい、いいですね。はい、で次にどん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 じゃんの後、今度はオーケストラキットもコピーしちゃいましょう。はい、オーケストラキットはあれですね、こう、なんて言うんですかね。なんて言えばいいかな。リズムが入ってからにします。はい。とりあえず、これと、ちょっと待ってくださいね。こっから行っていいですね。チョンシャン。はいはい。はい。これをコピーして、ペースト。はい。行き過ぎましたが、後でカットします。はい。後でカットします。はい、次オーケストラキット、あ、これ伸ばしとこう。はい、伸ばしとこう。はい、はい、これもオーケストラキットも87から、はい、コピーしてじゃん。はい、 OK です。はい、次は何がある。あ、ベースですね。はなんかやってるところがあるんですよね。どこだったっけ。ああ、やってるところないか。あ、広告、これ86。あれ、あー、そっか、ちょっとお待ちください。すいませんね。はい、A 数にして、はい、80、86。はい、これでベースが何をやってるかというと、あら86。はい、うん、これですね。これを、あー、だから合ってる。はい、これをコピーします、まずは。はい。まずはこれをコピーします。はい。はい、コピーしました。それであとはもう、イントロと同じですね。はい、イントロと一緒のもの、ことをやります。
はい、これをコピー。はい、こんな感じですね。はい、次はクラシカルギター。はい、クラシカルギター。これはこっからですね。はい、こっからです。で、頭のやつから。おっと、もうちょっとこっちから行くか。まあ、とりあえずこの辺ぐらいまでやっときますか。 後で消しゃいいんで。はい、次、ハープですね。ハープ。はい、こっからですね。はい、ハープを、ハープはうん、大丈夫ですね。これをこっからですね。はい。ああ、あれあれ。どうしたどうした。ああ、ハープが選ばれてない。はいはいはい。なんか落ちちゃったんだ。はい、はい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 、で、ボーカルはいいとして、ストリングスですね。ストリングス、はい、ストリングス、はい、ストリングスは、こっからですね。はい、これを最初のやつをやりましょう。はい、こんな感じですね。これをここにコピー。はい、よし。次は、ああ、ということはエンディングの「じゃーん」で使うんで、一応ちょっと伸ばしときましょうか。忘れるといけないんでね。はい、忘れるといけないんで伸ばしておきましょう。はいはい、そうですね。この辺、使用した楽器は伸ばしとかないといけませんね。はい。はい。登場楽器、みんなでエンディングを作るんで、はい。フルートも参加します。別の役割で。はい。これでもう、木管楽器4つ揃えましたからね。はい、いろいろできますよね。はい、で、トランペットとトロンボーンにももちろん参加してもらいます。はい、ここ A メロじゃない、イントロを弾くんでね、そもそも。はい、ああ、まだか、まだか、まだか、まだ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 、はい、このぐらいまで行ってきましょうか。はい、次、これも、はい、これでいいのかな。もうちょっと伸ばしとくよ。いや、大丈夫か。ああ、まあ伸ばしとく。ああ、違うか。ああ、ピアノ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 。ピアノをコピーしましょう。はい、ピアノ。肝心のピアノがいなかった。はい。ピアノ105にコピーでいいんですよね。はい、そうですね。はい。
13も A メロなんで、ここまでですね。はい。これをペースト。はい、できました。次。次は、トロンボーンいきますか。トロンボーン。はい。おっと、よし、はいはい、できた。次、最後トランペット、はい、行きましょう。トランペット、はい、ぴったりです。はい、これをコピーペ、はい、これで全楽器がコピーできました。はい、ここからですね、最後をいじります。はい、最後をいじります。なのでだいぶ変わってくるな。はい、まあお楽しみにということで、はい、お楽しみにということで、はいはい、そういう感じですね。はい、これも伸びますね、多分太鼓もうちょっとあれなんで、あ、もちろんドラムも、ドラムもガンガン動くんで、はい、じゃあ今回はここまでとしたいと思います。また次回をお楽しみに。はい。そうですね。はい。ちなみにこれは？あ、1オクターブ下がってるだけですね。あ、OKOKOK。よし、使わないかもしれない。はい。では、次回も。はい、次回もドラムからちょっとお直しというか、お飾りをしていきたいと思います。はい、そうですね、お飾りですね。はいはい、では今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。